こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。クリスマスイブですね。もうここまで来てしまうと、今受験生の方々はもうまな板の恋状態だと思うので、もう目の前の、受験に向けてですね、もう目をつぶってダッシュするつもりで、駆け抜けていっていただくということになりますけれども、今回のお話は現在高校2年生、来年になって年が明けると、受験生になるよ、高校3年生になるよという方向けのお話です。で、特に中医以上の国立大学志望だよというお子さん向けの、お話になります。で、年が明けて1月の体育の日のある週末の次の週末ですか、共通テスト同日模試ということになってくるかと思います。で、今日のお話は目標点ということで、全体の合計点でのお話ということでお話ししていこうと思います。で、各教科についてはまた改めて、別の動画で明日以降配信していこうと思いますので、ぜひご参考にしていただければと思います。で、まあ、志望大学、いろいろあるかと思うんですけれども、中医レベル以上の国立大学を志望しているよという前提で考えると、志望大学のボーダーの、共通テストボーダーですね、それの、10% ポイントマイナスぐらいがもう、あと1年で、たどり着けるかどうかの一つのラインになってくるかと思います。ですので、受験学年に伸ばせるのは、まあせいぜい約100点だよねというところをで考えていただければいいと思います。で、まあ、この話をすると、結構多くの方が1年あればもっと伸ばせるんじゃないという、生徒さんいらっしゃるんですけれども、実質1年もうないです。というのは後半、夏休み以降ですね、はもう二次試験の対策をしなければならない状況になっていくかと思いますの で、これは上位になれば上位になるほど、中医といっても、まあ、中医以上の志望ということでくくっていますけれども、中医以上でも、上に行けば上に行くほど、二次対策にかける時間というのが必要になってきますので、志望する大学の、難易度が高くなればなるほど、共通テストにかけている時間というのはなくなっていくという形で考えていただければなと思います。で、二次対策する中でも共通テストの点数も少しぐらい上がるんじゃないのというおっしゃる方もいるんですけれども、まあそれはおまけとして考えていただいて、年が明けて来年の6月7月夏休みが始まる前ぐらいまでですかねにしっかりと共通テスト対策をして、でそこまでに伸ばせる点数というのはもうだいたい、いいとこ100点ということになってくるかと思います。ですので、実質6ヶ月で共通テストの伸びしろをどうするのかが焦点になってきます。で、二次試験で、取り返せばということを考えていると、受験はそんなに甘くないですよということで、どちらかというと二次試験よりも、共通テストの、方でしっかり稼いでおかないと、まあ、来年の今頃ですね、大変なことになりますよということをぜひ肝に銘じていただければなと思います。で、まず最初になんですけれども、英数国の苦手科目をなくすことを、手始めに考えていただければなと思います。で、得意科目、得点科目にしろとは言いませんので、足を引っ張る科目をなくすということで、苦手科目をなくすということで、お考えいただければなと思います。ですので、まあ、仮に中医以上の、国立大学志望ということで、その大学の、ボーダーが 70% ということであるならば、65% ぐらいまでは目標にできるように、いくら苦手といっても、足を引っ張らないように、まあ、65% ぐらいで、得意科目で、ここでへこんでしまった 5% 分を他の、科目で取り返すという作戦だったらありえるんですけれども、これが 60% あるいは 50%何しか取れないほどの苦手科目ということになってくると、他の科目で取り戻すことすらできなくなってきてしまいますので、まずは苦手科目を、マイナス 5% ポイントぐらいに収まるような形で、準備をしていただければなと思います。で、そのためには、早く始めることで時間を武器にして、コツコツやっていく中でしっかりと、苦手科目を、まあ苦手とは言うもののそんなに足を引っ張らないよねという科目に、仕上げていくことがまずは大事になってくると思います。
で、文系理系で気をつけることなんですけれども、理系のお子さんで社会の1科目をしっかり決めていただければなと思います。で、多くの学校でですね、理系の学生さん、生徒さんに向けては地理というお話になってくるかと思うんですけれども、目標とする大学の受験科目で公共で受けられるというところがあるので、公共で受けられるのであれば、もし公共の方が得点できそうだよということであれば、そちらの方が得かもしれませんので、公共の科目も同日模試の中では受験しないかもしれないですけれども、まあ個別にですね、自分なりにその科目も解いてみて、どっちにしようかなという判断材料にしていただければなと思います。で、文系のお子さんの場合は理科基礎の組み合わせということが出てくると思うんですけれども、まだ、1年前のこの状況ですので、学校で履修していない方が多いと思うんですけれども、地学もぜひ一度解いてみていただいて、もし受験が地学でも可能で、地学を覚えればなんとかなるんだったら、こっちの方が得点に結びつけやすいなという手応えを感じるようであれば、ちょっと、まあ、選択肢として考えていただいて、で、夏休みになって大慌てでそこから地学ということではなくて、この冬の段階から始めれば、なんとかなるかもしれませんので、一つ、まあ、選択肢として検討することをお勧めします。ですので、まずは、合計点でマイナス 10% ポイント、ですので、まあ、100点マイナスぐらいで、乗り切れるように同日模試、ぜひ頑張ってきていただければなと思います。今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。